3つの病体質に傾く現代病体内酸素の問題がんをはじめとする現代病の猛威はとどまるところを知りませんなぜこんなに病気が悪症化しているのか現代人の病死の死因を病名別で見たところ1位はがん2位に心臓病ついで脳血管疾患となっていますさらにがんの中でも 肝臓と大腸の癌が,が急激に伸びています肝臓と大腸は門脈という太い血管で結ばれていて大腸で吸収された栄養素などを肝臓に運ぶ役目を持っています肝臓はさまざまな仕事を受け持っていますがその中でも重要な仕事の一つに解毒作用があります体内で不要な物質を酵素などを使い分解 中和してしてまうのです大腸と肝臓栄養の取水口と消毒薬に異変が起きていると考えられませんか異変が起きるということは自然のバランスが崩れている証拠です大きな意味で自然は動物も植物も全ての生き物を調和のとれた状態に保とうとする不思議な力がありますそして人間も含め あらゆる動植物がその自然の力を借りてお互いに地球という母体の中で共存共栄しているのです庭に咲く花一つにしてもただ単に独立して自分の力だけで花を咲かしているのではなく葉面につく細菌根につく細菌たちとお互いに持ちつ持たれつの関係で命を膨らませているのです人間も例外ではありません普段ん 何気なく生活している我々の体内にも自分の全細胞数の2倍とも3倍とも言われる細菌類が生息していて共に協力したり牽制したりして生きているのです腸内では食物がより有効な成分になるように良性の腸内細菌が住み着き体を作るお手伝いをしています乳酸菌やビフィズス菌などがそれです 世界の長寿国の人たちに共通してこの良性の腸内細菌を体内に多く持っているということをご存知でしょうかしかし腸内には良性の腸内細菌ばかりではなく酸素を嫌う悪性の嫌気性菌も共に混在しているのです前出の講でも触れたように食の偏りがこの悪性腸内細菌を増やす結果になって 毒素素のの排出と酸素不足を引き起こしているのです。腸を中心とした血液の流れが酸素不足で停滞しだすと下半身の血行が悪くなりますさらに血液は上半身にうっとどこうするようになりいわゆる冷えのぼせの状態を作り出します我々はこの腸に起因して上半身の熱がこもる状態を腸熱と表現しています この腸熱の有無が体質を判定していく上で重要な判断基準になることが多いので見極めに十分な注意を払ってほしいと思いますこの腸から始まる酸素の不足状態と皮膚呼吸の低下による酸素の供給不足が現代病を作る最大の原因といっても過言ではありません食物をエネルギーに転換する酸素視覚聴覚 触覚、嗅覚など生命活動に不可欠な酸素そして病気に打ち勝ち健康を取り戻すのも酸素の問題を抜きにしては考えられません。